いやご苦労さん彼がヤン・ウェンリー重傷ですなるほど君があのエル・ファシルの英雄か君にとっての必勝の戦略とはどういうものかね後の参考のためにぜひ聞かせてくれないかまず敵に対して少なくとも6倍の兵力をそろえ補給と整備を完全に行い司令官の意思を誤たずに伝達することです 勝敗などというものは戦場のの外でで決まるものです戦術は所詮戦略の完成を技術的に補佐するものでしかありませんなかなかに達見だがすると君たち軍人の戦場における能力は問題にならないのかね戦略的条件が互角であれば無論軍人の能力は重要ですですが多少の能力差はまず数量によって補いがついてしまいます 戦いは数でするものではないとは考えないのかねそんな考えは数を揃えることができなかったものの自己正当化にすぎません少数が多数に勝つのは異常なことですそのような奇跡を最初から当てにされて戦争を始められたら前線に立つ者はたまったものではありません国防委員長閣下じゃあパエッタ君今回はご苦労だったね